オペラの漫画。二人ともいいよ、可愛いよ、セクシーだね。何それ。やっほー、みんな音符だよ。今日は公園でお友達と遊んでるの。変態カメラマンごっこ。この子は音符の親友でリリーちゃん。とっても面白い子で、一緒にいると元気をもらえるんだ。どんな写真なんだろう。現像してからのお楽しみだね。この子も音符の親友で、さくらちゃん。しっかり者でお姉さんみたいな子なんだよ。またみんなで撮ろうよ。リリー、おしゃれじゃなる。写真撮って。木に登るの危ないからやめた方がいいと思うけどな。それ私欲しかったんだ。え、やめて。昨日ママに買ってもらったばかりなのに。ここをこうして。あ、負けた。そんじゃもう一回。乱暴にしないで、もう返してよ。ウキキ、おしゃれちゃん。すごいリリーちゃん、本物のお猿さんみたいだよ。ん、音符ちゃんにさくらちゃんにリリーちゃんだ。何して遊んでるの。ねえ、返してよ、返してってば。あれはカメラ。しかもおもちゃのじゃなくて本物のカメラだ。私、本物のカメラはまだ一度も触ったことないんだよね。よし、今日はあれで遊ぼう。私のゲーム機。ねえ、音符ちゃんが持ってるカメラで私遊びたい。うららちゃん、でもごめん、このカメラはおもちゃじゃないから貸せないんだ。私はそのカメラで遊びたいの、今すぐ。はあ、また始まった。この子はうららちゃん、音符と同じ1年生で隣のクラスなんだけど、何でも人のものを欲しがる嫌な子で、学校では有名なんだよね。私のものは私のもの、あんたのものも私のもの。思考が歌下手オレンジ T シャツボーイにそっくりだぷに。このカメラはとっても大事だからどうしても貸せないんだ。どうしてよ。それは音符。パパから音符にいいものあげるぞ。何かな。はい、このカメラはな、フィルムカメラといって、フィルムをつけないと写真が撮れないんだ。わあ、携帯はパパがいつも使ってるカメラとは全然違うね。そうだな、撮った写真を見るには現像っていう工程が必要になるんだよ。へえ、面白い。でも少し古い感じがするけど、フィルムカメラは大昔のものなの。最新のフィルムカメラも売ってるけど、実はこのカメラはパパのお父さんからもらったものなんだ。おじいちゃん。そう、だから少し古くなっちまったんだけど、おじいちゃんもパパも大切にしてきたからまだまだ使えるんだよ。パパの大切なカメラを音符がもらうの少しだけ怖い。確かにこのカメラはレトロで高級品だが、値段ってよりもパパたちが代々使ってきたという思い入れの価値があるんだ。だから今度は音符にたくさん思い出を作ってもらいたいんだよ。うん。というわけで、今度は音符が責任を持ってカメラを大切にしなきゃいけないの。だから一緒に写真を撮るのはいいし、少し持つのもいいけど、おもちゃみたいに遊ぶものではないんだ。うららちゃんに持たせるのは嫌だけど、一応お友達だから。何それ、よくわかんない。音符ちゃんの意地悪、ケチ。え、音符ちゃんはケチじゃないよ。謝れ。ビーだ。さくらちゃんもリリーちゃんも意地悪ケチケチお化け。明日先生に言ってやるからね。言えばいいよ、だって音符たち何にも悪いことしてないもん。そうだよ。そうだそうだ、だって私子供用カメラしか持ってないから本物のカメラで写真撮りたいんだもん。うららちゃんしつこいよ。音符ちゃん困ってる。おもちゃでも自分のカメラあるじゃん。うららちゃんの家公園の隣なんだから、取りに帰ったらいいのに。あらやだ、うららどうしたの。まあまあ、音符ちゃんがうららに意地悪しておもちゃ貸してくれないんだよ。意地悪じゃないもん。友達なら貸すのが当たり前でしょ。ケチな子ね。きっと親もケチで心が冷たい人間なんでしょ。音符のパパとママ優しいよ。音符ちゃんもういいよ、砂場で遊ぼう。距離離す。うららちゃん、あんな子たち放っておきなさい。狙った獲物は逃がさない。うらら、絶対あのカメラで遊ぶんだから。大きなトンネル完成。
もっと大きくしたい。小さな子が砂場で遊びたそうにしてるから、私たちは他のところで遊ばない？うそ。じゃあ音符爪にたくさん砂入っちゃったから手洗ってくるね。なかなか取れないな。やった、カメラゲット。あ、うららちゃん、まだ諦めてなかったんだ。噂は聞いてたけどしつこすぎ。うららちゃん、人のものを使いたいときは使う前に貸してって聞くんだよ。それにカメラはおもちゃじゃないから。私は今すぐにカメラを使いたいの。使いたいときに使うのが当たり前でしょ。小さい頃から贅沢三昧で育った私は、欲しいと言えば両親がすぐに用意してくれる生活で、物が壊れればまたすぐに新しいものを買ってもらっていた。うららちゃん、お誕生日おめでとう。はい、これ前から欲しがってたお洋服よ。洋服だけ？これを着てたマネキンが帽子とサンダルも合わせてたでしょ。それも欲しい。さすがうららちゃんね、センスがいいわ。ママがすぐに買ってあげるからね。私に持ってないものなんてなんにもない。欲しいものは手に入れる、どんな手を使ってでも。私は自分の願望を叶え続けるの。みんなのものは私のもの、私のものは私のものってアニメで言ってた。ジャヤニズムプニ、私が遊び始めればほとんどのお友達は何にも言わなくなるのに、音符ってばそれを邪魔してうざいのよね。うららちゃん、音符の話聞いてる？早くカメラを返して。どうやって使うのかな。ここのボタンを押せばいいのかな。乱暴にしないでよ、それは大事なやつだから。あ、うららちゃん、音符ちゃんのカメラ通ってる。ほんとだ。うららちゃん、そのカメラは音符ちゃんのパパが大切にしてたって言ってたでしょ。壊れちゃう、早く返せ。あ、こっから覗けるんだ、面白い。うららちゃんってば。結局うららちゃんは音符やさくらちゃん、リリーちゃんを無視して飽きるまでずっとカメラで遊び続けたんだ。カメラって結構重いな。もう手が痛くなっちゃったし、いらない。その日はまだ遊べる時間だったけど、また使われちゃったら嫌だからお家に帰ることにした。傷ついちゃった、悲しい。せっかくパパがくれたカメラなのに。ただいま。おかえり、音符。友達と写真たくさん撮れたか？撮った写真をパパが現像してやるぞ。ほんと？パパありがとう。音符嬉しい。さくらちゃんとリリちゃんとの思い出がまた増えるんだね。すっごく楽しみだな。音符、アルト君、お夕飯できたよ。で、写真現像してるの？うん、できたらママにも見せるね。でも、ご飯冷めちゃうよ。ちょっとだけだから、少しだけ。もう、仕方ないな。どれどれ、音符はうまく写真を撮れたかな。いつもパパが撮ってるの見てたから自信あるよ。リリーちゃんに変態カメラマンって褒められたの。何を撮ったの、音符？お、この2枚はいい感じにできてるな。あとは…何これ。音符の友達か。パパ初めて見るけど仲がいいのか。音符どうした？そっか、うまく撮れなくて落ち込んでるんだな。大丈夫だ、パパだって最初はカジノの鼻の穴のアップや成田の頭頂部、カイリの背中だけ正直微妙だったけど、だんだん上達したんだぜ。そうじゃないの。我慢できなくなった音符はうららちゃんに勝手にカメラを使われたこと、乱暴にカメラを扱われたこと、全部パパにお話ししたんだ。そんなことがあったのか。うららちゃんはね、人のものも自分のものと思っちゃう子で、みんなすごく困ってるの。音符はダメだってうららちゃんに伝えたか？伝えたよ、さくらちゃんとリリーちゃんも一緒に何度も。でもね、全然聞いてくれないんだ。困ったな。せっかく音符に大切なカメラをくれたのに、悲しませてごめんね。何言ってるんだよ、パパはカメラよりも音符が傷ついたことの方が悲しい。でも友達にはっきりと気持ちを伝えられる音符は偉いぞ。たとえその子が無視しても
自分の思いを伝えるのは大事なことだからな。本当？明日パパがうららちゃんのお母さんに注意してやろうか。ええ、大丈夫、音符負けない。音符はママに似て根性があるんだな。二人とも抱き合ってないで早くお夕飯食べよう。はーい。次の日、今日はうららちゃん来てないね。よかった。絶対うららちゃんにカメラ撮られたくない。ない。昨日ね、うららちゃんが勝手に自撮りしてたから、今日こそは3人の写真をいっぱい撮ろう。パパは学生の時にこのカメラで仲間との思い出をたくさん残したんだ。だから音符もパパと同じように大好きな友達と思い出をたくさん残すんだぞ。カメラを家に置いてた方が安全だけど、音符もパパと同じようにお友達といっぱい写真撮りたい。さくらちゃん、リリーちゃん、鉄棒の前で一緒に写真撮ろう。準備バッチリ。リリーちゃんまたお猿さん見た。自撮りするには紐が邪魔だから撮ってと。シュバババ、なんなの？スライパー、音符のカメラが。今日もカメラで遊ぼうっと。うららちゃん、またカメラを勝手に撮ってる。勝手なことをするのはいい加減にやめてよ。ほんと3人はケチだね。ママが言ってたよ、ケチは友達がいなくなるんだって。おんぷちゃカメラ壊れちゃう。うららちゃんは昨日に続いて今日もおんぷのカメラを勝手に使った。さすがにおんぷも頭にきて、うららちゃんに勝手に使うのやめてって、昨日よりも怖い顔と怖い声で言ってみたんだけど、うららちゃんには全然効果はなかったの。おんぷちゃんの顔鬼みたい。いっぱい遊んで喉乾いたな。あー、リリーの麦茶。私のタオルで汗拭かないで。もうやだ、あっち行こう。ちょっと、私のカメラ返してよ。音符ならもんここならバレないね。ここは3人の秘密基地。秘密基地ね。ここでおままごとしようよ。私、水を汲んでくるね。リエリ、食材の砂持ってくる。音符も葉っぱ持ってくる。やっぱり3人で遊ぶのは楽しいな。これで最強のフレンチ作る。まずは泥団子から作ろう。シャボン玉。うららちゃん、なんでバレたの？ねえねえ、うららちゃん持ってるシャボン玉リリーのだ。カバンに入れて秘密基地に置いてたのに。カバンから勝手に取ったってこと？さくらちゃんのクッキーまで食べてるよ。おんぷちゃん、あたしカメラで遊びたい。いいと。昨日よりピッカピカになってる。うららちゃんが泥で汚したんでしょ。パパがお手入れしてくれたんだよ。サンキュー。あたし汚いおもちゃより綺麗な方が好きなんだよね。おんぷちゃんに返せ。さくらちゃんとリリーのも触れな。私とっても怒ってるから絶対に許せない。今日もうららちゃんに好き勝手使われたカメラは、おんぷに戻ってきた時、お菓子と砂でベタベタになっていたんだ。おんぷちゃん、泣かないで。許せ。おんぷ我慢の限界だ。見てろー。その日の夜、おんぷどこにいるの？ママと一緒にフラフープしない？明日もきっとうららちゃんは公園に来る。後悔させちゃるって怖いぷに。そして次の日。もうカメラを撮っても何にも言わなくなったわね。ようやくおんぷちゃんのものは私のものでもあるって理解したんだ。ねえ、今日のおんぷちゃん変じゃない？うららちゃんが勝手にカメラ使っても怒らないよ。仏様みたいな顔してる。大丈夫かな。今日は何撮ろうかな。空もいいし猫もいいけど、やっぱり可愛い私がいっかな。うららちゃん、写真の撮り方教えようか。私できるよ。少しカメラ使えるからって偉そうにしないで。そっか、それならいいけど。何よ、言いたいことがあるなら言いなさい。一個だけあって、そのカメラあげるよ。え、本当？うん、うららちゃんにこのカメラの所有権を渡します。いいですか？所有、まあくれるならいいの。もらうもらう。やったー。おんぷちゃん
いいの？うららちゃん、嫌なやつ、負けなくてよきよき。いいんだ、あのカメラをうららちゃんにあげるの。よし、決めた。怒ってる音符ちゃんの顔、写真で撮っちゃおう。人が怒ってる時の写真ってあんまり見たことないから、学校に持っていこっかな。音符ちゃん、この写真現像したら絶対私に渡してよ。それじゃ。あ、何の音かしら。まあいいや、今度はさくらちゃんたちの怒りんぼ顔も。うるさいな。なんだろう。私の家が爆発してる。どうなってるの。ママ、ママママ、大丈夫？何があったの？うらら、ちょママにもわからないの。いきなり部屋のあちこちで爆発が起きて。もう、うららちゃんってば。だから音符がカメラの使い方教えるって言ったのに。どういうこと？実はね、カメラを電磁波に連動するように改造したんだ。電磁波？カメラと連動？うん、強力な電磁波が出るから設定をしっかりしないといけないんだ。そうしないと近くにある家電とかに悪影響が出ちゃうので、電磁波？つまりこのカメラのせいでうちの家が爆発したってこと？なんてことするのよ、あんたのカメラで。うん、それは音符のじゃなくてうららちゃんのものだよ。さっきそういう話をしたの。うん、さっきもらった。あ、ほんと？だって欲しかったんだもん。だからうららちゃんが自分のカメラで自分でシャッターを押しただけだよ。よくわかんないけど、このカメラはもう使えないのかな。もし壊したとしても、物なんてまた買えばいいじゃん。ママ、今日すぐに買ってきてよ。うららちゃん、また買えばいいって情けないわ。どうせあなた、また人のものを勝手に使ったからこんなことになったんでしょ。いつかなんかやらかすんじゃないかって心配してたけど、本当に。うららちゃんママ、すごい怒ってるね。うん、それじゃ、今日の思い出を残そっか。あれ、どうして音符がカメラを…すごく綺麗だけど。実はね、うららちゃんが持ってるそのカメラはこのカメラのレプリカなんだよ。大切なものを粗末に扱われたくないに決まってるでしょ。大切にしないと。つまりこの爆発は偶然じゃなくて。よし、じゃあ今日の思い出に。はい、チーズ。写真を撮るときは笑顔が一番だよね。爆発と電磁波のせいで家電が全滅したうららちゃんの家は、家電を新しく買い直したり家の修理費などでお金を使ったことで、以前のように贅沢に物を買うことができなくなった。まあまあ、私これが欲しい。欲しいって言ったら今すぐ絶対に欲しいの。うらら、まだ懲りてないの？あなたが物を奪ったりするから今こんな目に遭ってるのよ。それからこれまでうららちゃんに物を勝手に使われてきた他の子たちが、ここぞとばかりにうららちゃんに文句を言ったから、すっごい大騒ぎになったんだ。うららちゃんが勝手に使ったせいで僕のラジコン動かなくなったんだよ。どうしてくれるの？私のお人形さんのお洋服破れてた。え？おばさんがうららちゃんに物を大切にすることをきちんと教えてたら、こんなことにはならなかったと思います。おばあちゃん、たくさん我慢してきた。それは…おんぷちゃん、さくらちゃん、リリーちゃん、ごめんなさい。うららちゃん親子は反省して、おんぷやお友達にも謝ってくれた。そしてもう二度とうららちゃんは人のものを勝手に使わなくなったし、物を粗末に扱うことはなくなったんだよ。後日。はい、こないだの写真できたぞ。なになに、どんなかな。今回はすごくいい感じだ。わあ、パパ、さくらちゃんとリリーちゃんにも写真あげていい？もちろん。ありがとう。物を大切にするときっといいことがあるよ。さくら、レイレイです。動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。おんぷちゃん、相当怒ってたわよね。だけに回しちゃダメダメ、普通に過ごしてれば大丈夫よね。おんぷちゃん優しいから。
うん、よかったらみんなも動画の感想コメント欄で教えてね。グッドボタン、チャンネル登録、ベルマークの通知もオンにして、これからも応援よろしくお願いします。また会いましょう。それじゃ今日もソプラノじゃんけんの時間だよ。勝ったら明日いいことがあるかも。